もう一個、次3番ね。3番はそれを組み合わせます。最初は薬指と中指ね、ロックグリップです。3弦から4つずついくね。3023線、さっきの1番の応用です。そしたら次開放弦ですね。1弦のここで切り替える。で人差し指でこれを利用して薬指4フレットで5フレット小指、まずこれだけいきましょうか。もう全部これできたら次は開放弦からまずはこの8つ4つ4つでつなげます。まずこれができるように。そしたら次はできるようになったらこの2つをつなげます。これで1小節目までできましたね。でそしたら次は2小節目、この終わりました。ここからここ小指のまま7に移動します。でレドシまで人差し指まで使い切ったらこのままもうグリップを移動します。これね、でまた次開放弦、1弦の開放弦で切り替えます。まあこればっかり続けたら次これね、小節目を繰り返すと、こんだけ繰り返す。で次、まあ、後半は応用を聞かせて頑張ってください。3番です。3番は混ぜこぜにするやつね。最初は普通にロックグリップでさっきと同じ。できたら次開放弦なので、開放弦は何もしないのでこの時に後ろに持ってきます。後ろに持ってきて、で次ここからこれごとスライド。で次中指人差し指でここからこれごと移動化して、でダメですね。こっちになるようにね。ここに残すともうえらいことになる。届かない。にしておきましょう。3番上からです。せーの。って感じですね。はい、次3番を裏からやった感じはこんな感じです。
に